すぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついに、ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎くん、スーパーグレートゴールキーパー若林源三くん、小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち、そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼くん。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会、予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。翼。対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツジュニアユース軍団。さあ行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。さあ行こうみんな。運命の一戦が今まさにキックオフです。行け、回します。そら行け、ほら新田君パスを回す。狙いましたパスを送る。さあゴール前です。ここから一気に攻め込みたいところ。翼くん素早く横にかわす。パントキック、どこまで運べるか。マーガス君このボールをコントロール。もっとだとぶつかっていった。それはっ、敵陣へ攻め込みます。翼君スペースにパスを出した。シュートを放った。よし、あとドリブルを見送る。ドリブルでボールを運ぶ。どうだ、決まった。やっ、ニッタパスを出します。ヒューガ君センターラインを越えて攻め込む。あーとこの位置でパスカット、ここで奪った。そらかわして振り切った。パスを出します。ヒューガ君シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。素早くつなぎます。いけ、パスを出します。いけ、それ新田君ゴール前に持ち込む。いけ、シュートを放った。パン
ットキック、どこまで運べるか。チャージが決まった。ミサキ君、パスを出した。ここはパスを出した。それヒューガ君、シュートまで持ち込めるか。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。よし、ヒューガ君、ゴール前に持ち込んだ。ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。スマホダイレクトでパス。おっと、攻守交代だ。激しいタックル。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。かわして振り切った。さあ、ゴール前です。翼くん、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。自動くん、激しいタックル。ヒューガくん、翼、センターラインを越えて攻め込む。これを見ろ。翼くん、シャドウを溜めて強烈なシュート。シュタインくん、横に飛んだ。やりました。全日本ジュニアユース、ついにドイツから1点を奪いました。やったぞ。みんな、この調子でいくぞ。おっ、1点だが、これは大きな1点だ。彼らの、いや、日本のサッカー界の新たなる伝説。翼、ヒューガ、松山、そうだ、数ヶ月前のことなのに、まるで大昔のように全国中学生サッカー大会